いや、もう昔から知ってる僕としてはもういろんな傭兵が見れるって結構楽しい、ね。ああ、嬉しい。戦隊の時に歌う傭兵と、うん、もう苦しく歌う傭兵って全く違う、うん。そうだね。から、まあ今のラジオも違うけど。うん。うんうん、じゃそれは楽しくね。ありがとうございます。はい。見られるのって。またミラチンの時も違うしね。そうね。はい。花の刑事もまた全然違うんですけど。だけどやっぱね、花の刑事とか戦隊歌ってるあの感じをもうちょっとソロの時に出せたら、さらにいいんだろうなとはやっぱ思いますね。あ、違うんだ。脱声難しいだ。なんかね、あの、花の刑事とか、スーパー戦隊シリーズ歌ってる時はちょっと入り込めんだよね。へぇ。まあ、うん。まあ役に、まあ、そうそう、ちょっと役に入ってる感じなんだけど、ソロの時結構素な、うん、素になっちゃってる時があって、うん、いやこれももうちょっとなんか入れたりするとさらに、なるほどね、足りない部分もしかしたらそこかなと。ああ、じゃあもうソロの時も何かになりきる、うん、なりきった方が、ああ確かにな、もしかしたら、ね、確かに忍忍者を歌ってる時も忍者ですもんね、俺ね。本当に絶対だね。いやいや、動くよ。絶対、本当に忍者だとは思ったことないよ。さすがに。さすがに忍者とは思ったことない。思ったことない。いや、ジャンプ力とかさ、このまま動きとかね。ああ、本当ですか。まあまあ、それは役になりきってるな感はある。